なんかあれでしょ？波がウラヌス説っていうのがあって、でもクリマタクトはウラヌスじゃないんですよ。でもクリマタクトを扱える技術とか、そういうのも天候を読む、湿度温度を読むって常人にはできないことじゃないですか、簡単に言って。でやっぱり最初からすごいのは、何分何分何分何秒後に嵐が来る、舵を切って何時の方向にとか、面舵いっぱいとか、そういうのが来て本当に出てる。もうこれウラヌスですよね。そういうところがウラヌスなんじゃないかなって言って、で天候を操るまで行ってないっていう。だからぶっちゃけウラヌスを分散させた能力みたいな感じなんじゃないですか、ぶっちゃけ。だからウラヌスの子供じゃないですけど、古代兵器の力を分散させたじゃないですけど、天候を操るのちょっと介護官の天候を読む能力。でも今はもうその技術がどんどん拡大していって、もうウラヌスになってしまうんじゃないかと。プルトン、ウラヌス、なんだっけ、古代兵器。ワンピースの古代兵器ってウラヌス、プルトンなんだっけ。あ、そうだ、そろそろ俺もあれ見なきゃ。ワンパンマン。古代兵器、ポセイドンだ。古代兵器、プルトンが、たった一撃で島一つ消し飛ばすことが可能なもので、ポセイドン。海王類と会話が出せる伝説の人魚姫。だから白星姫ではないかと。ウラヌス。天空の神の名を持つ者。天に関する能力。これがもう波なんじゃないかと。いや、まあそんなことよりね まずクリマタクトぶっ飛びすぎだよね、あんな強いよビッグマム。何なんだろうね、ソルソルの実ってね。そのちょっと拡張しすぎじゃないですか。なんか強いなって思いました。でもシャンクスが時々の実だったらカイドウどうやって倒すの？最強すぎじゃない？時々の実って。あ、ヘが出た。一方的な戦いになっちゃうじゃん。でも1秒ごとに寿命を1年使うのかもね、時を止めるには。寿命を1ヶ月消費するとかさ。まあ、1年だよね。やっぱり寿命を1年消費するかもしれない。1秒時を止めるごとに。まあ、そのシャンクスの寿命が100だとしたらね。100秒までしか止めない。でも今もう何十歳か行ってるから、できたとしても70秒。でもこれまでに何秒か使ってる。で、多分、ラグみたいな感じないのよ。タッタッターン、タッターンみたいな。カイドウと戦ったっていうけど、やっぱりシャンクス持ってないんじゃないか説っていうのはあって、あったじゃないですか。俺が唱えるのが、ベン・ベックマンが速速の実。スピスピの実、スピード人間みたいなので、キザルがこうやって手を挙げて恐れるってことは、光より速い速度ってことじゃないですか、簡単に言って。光の速度だったらもうずっと逃げれるわけじゃないですか。だから俺シェアシェアの実の能力者みたいな。だからベン・ベックマンがシェアシェアの実説っていうのあって、シェアシェアの実って言って、ね、近くにいる半径何メーターにいる能力の、近くにいればいるほど能力値が等しくなるみたいな。で、遠くにいればいるほど能力が半減したり、3分の1になったりっていう能力なんじゃないかなって思って。
シャンクスが時々の身だったらその2分の1で、距離がその頂上戦争の試合がここにあったとしたらここら辺だったっけな、まあここで、まあここら辺にいるじゃないですか、まあここら辺かな、わかんないけど、こっちかこっちだね、画面よくわかんないけど、でここら辺に船がいるわけですよ。でシャンクスここ、ベンベックマンここで、キザルここら辺にいたじゃないですか。って考えるとやっぱりそのシャンクスが時を止める能力を持っていると、で時を止められてる、そしてそのだからモアモアの実のあのスピードのみなんだろうね、多分スピスピの実って言って、モアモアの実は速度100倍まで、それが1万倍くらいまで速くなる説あるよね。だってキザルの光の速度だってもうピューンっていけちゃうわけじゃん。でも覇気の凄さっていうのもあるし、だからどういうところなんだろうなと思いますよね。シェアシェアの未説っていうのあるよね。シェア能力をもう強制的にシェアするみたいな。シェアシェアの未でここまで切れたって。でも強力な能力の場合はなんかその能力が半減とか、シェアシェアの未っていうの面白くね。能力を勝手に共有するっていう、それめっちゃ面白くね。うん、それだったら結構あの距離も意外に立証できて、もしくはスピスピの実のスピード人間ももう速い人間みたいな、もう速さにおいては誰にも負けないっていう、だからもう神速ですよね、高速を超えた神速ですよ、それが生み出せるやつなんじゃないでしょうか。でベンベックマンの能力は何、ベンベックマン、ベンベックマンがこれか、あの肉食ってるやつ、ラッキールーだ。ラッキールーの能力もやばいんだろうね。初期からいる初期メンツでしょ。あいつ何の能力なんだろうね。バーンって言ったけど。ね、ビムビムの見とくかな。ずっとメガネつけてるから。ピカって言ったらビーンみたいな。X メンじゃねえよ、それじゃ。でもビムビムの見ってロマンあるよね。その、すべて貫通光線みたいなさ。キザルよりも強い。パラミシアの、ね、あのピカピカの実の介護官でありビームだからピューン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 みたいな複雑な動きができると、ピューンピューンみたいな、ビムビムの実ってよくない？でピカピカの実とどこが違うかって言ったらほぼ色、色と爆発力はないけど全てを感知する、ピューンって、重力に、そのビムビムの実のすごいところはその重力に屈しない力、うん、ピューンっていって重力の影響を受けないから、うん、ピカピカの実を受けるけどビムビムの実はそのグラビトーでグンってやってもグってやってもピューンっていけちゃうっていう、うん、だからその黒ひげの対抗策、闇は全てを引きずり込む、でもその影響も受けないビムビムの実ってどう？面白くない？重力の影響を受けないビムビムの実、パラミシア。でもロギアがいいんだけどな。でもパラミシアだな。うん、強すぎる。ビームビームなんだったらかぶっちゃう。ピューって言っても手のひら台にしたらこれくらいでかいビームが出る。ブーンって。でも速度はちょっと落ちる。落ちる。これもう これくらいにねするとどれくらいの速さかと思う。砲台ブーンみたいな感じ。それはないな。うん、鉄砲弾と同じくらいの速度これで。だからもうこんなんとんでもない速度だ。ピューって、ね、その面積が小さければ小さいほどものすごい速度が出て、だいたいね、もうこれくらいでもね、ピューって、で、この丸台でもだいたい光の速度と、で、これなんてとんでもない速さ、ピューって、ブーンですよ、一瞬、瞬速。うん、それ苦痛。ビムビムの意味いいよね。重力の影響を受けない光線人間。めっちゃ強そう。プスッってレーザービーム、ピューピーってビームだけどなんか永続的に使えるっていう。覇気ビームとか強くね。ピューって言って覇気を乗せるって。先っちょに覇気を乗せて飛ばすっていう。ね。でもそれ強いな。ビームのビームビームのみパラミシアって面白くないって話。ピューって飛ばすって。
でもビームビーム並みだからピカピカみたいにビーンって剣はできない。手と手をこうやってピュン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 っていうプルーって言ってで自分のビームは自分で受けてもね死なないんですよ。自分のビームなんてピュンプーン。めっちゃ強そうだね。ピュンで殴ったらビームも出るってね。ビュンビュンって恐ろしい能力ですね。着弾点は爆発しない貫通銃なんでね。ピュンって大体もう30センチくらいのビーム砲がピュンって飛んでくる。槍みたいなもんですよ。強いなって思いました。ビームビームのないですけどね。でカイドウの能力考察じゃないですけど、カイドウの能力考察か。鬼鬼の実みたいな。獣王。強いからな。ムキムキの実とか単純な能力じゃないだろ。能力を食ってるわけでしょ？スマイルの実を。能力を食らう。ガブガブの実かな。バクバクの実の上位互換みたいな。俺ウルージの能力マシマシの身だと思うわ。倍返しだから攻撃を食らったらその攻撃を蓄積して相手に返す能力ね。でもあんま強くないけど、ウルージも4小生の1人として今は3小生ってなってるけど、まあね。でもシャンクス時々の身だったら群を抜いて強くね。時間操作なんてぶっちゃけ無理じゃん。あれさあ、時間操作強すぎじゃない？カイドウどうやんだろうね。ピシャーン。その攻撃をすると時間が消費されるのかもね。避けることにおいてはもう時間を消費せず済む。時々の実か。時間を歪めてる。だよね。だからこっちに行ったらもう残像だみたいな感じでいる。だから時間を歪めてる。だから虚像を作る。そのカイドウの見えてるものだけの時間を歪めて、その2秒前とか3秒前の世界を見せる、わざと。そうすると攻撃にラグが生じると。で攻撃がしやすい、とか時間操作で言ったら、あと単純に自分が速くなる、相手を遅くして自分を、だから相対的に速くなる、で絶対的にも速くなるから、もう遅くなって速くなる。だからもうすごい強い話。ワンピース面白い。